思い出はよみがえります。花札のようなものでしょうか。シングルスプラッシュストーリーモード、エピソードを選びましょう。みのりさん、どうかされたのですか。ううん、みのりなんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか。なんでわかったの。一人でこっそりおやつを食べたとか。みのりちんは食いしん坊だからな。うん、そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから。みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから少しでも練習したいんです。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。そうか、それは悪いことをしたな。いえ、商売繁盛なのは感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが、手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ、毎日飲んじゃいます。
尋常に勝負。あやめ一人でも負けませんからね。あやめさんは半蔵の選抜メンバーでこそありませんが、その実力は確かなものです。ええ、一瞬たりとも油断はできないですね。行きますよ。カツメ様そっくりのこの具足で。具足で蹴ったりするとペナルティをもらう。そうなんですか。じゃあな。こんなところで。えへん、私たちの大勝利だよ。チームワークも素敵でした。それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。トモです。トモ、どこかで聞いたことがあるような響きですが。アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして皆さんは戦っているうちにトモという関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、購買部で一人ずっと思っていたんです。皆さんと共になりたいって。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。次の会場はこの辺りだね。あのね、しきちゃん。ん？何？みのりちん。しきちゃん、みのりたちに隠してることあるよね。なんでそう思うのかな。だってちょっと何なのよ。今の音やばくない。しきちゃん、向こう見て、なんか燃えてるよ。ヘイ、キュートな子猫ちゃんたち、ちょっとヤバめのハプニングだ。大会とは関係ないが協力してくれると助かるぜ。みんなで協力してファイヤーを消火しちゃってくれ。ただし消すのはあくまで会場の火だ。心で燃え上がるラブファイヤーは鎮火しちゃダメだぞ。何言ってるんだかわかんないけど、火を消さなきゃヤバいのは間違いないね。行こう、みのりちん。すきちゃん。ごめんね、みのりちん。隠し事のことなら後でちゃんと話すから。今はマジで消火活動だよ。うん。行っちゃうよ。こんな夢に5、4、3、
1、ヒアウィゴー。いつもの氷でパーッと消しちゃったりできないのかな。はい、ウォーターガンでないと無理みたいです。難儀ですが仕方ありませんね。急いで消すとしよう。我の念が燃えてしまったら大変だ。今日も激しいね。ミスター・ケイさん、火を放つというのはやりすぎではありませんか。いや、私はやっていない。私はね。でも、やりすぎくらいが気持ちいい。それが BBS! イエス！うまくいったし！あのね、しきちゃん。さっきの話の続きだけど。友達には、嘘はつきたくない。だからはっきり言うね。うん、私はみんなに隠し事をしてる。でもね、詳しい話をするのはもう少し待ってくれないかな。まだ私的に覚悟ができてなくて。わかった。しきちゃんがそう言うならもう何も聞かないよ。あとこれ返すね。そっか、この手紙を拾ったから気づいちゃったんだね。うん、封は開けてないけど送り主の名前が書いてあったから。みんなに黙ってくれててありがとう。そんなお礼はいらないよ。みのりはただ。ほらほら、使命っぽくならないのね。今は試合を楽しんで勝とうよ。負けたらそこで一緒に戦えるのは最後になるかもだし。しきちゃん、最高じゃん。
次はいよいよ予選4回戦ですね。みんなガチで勝とうね。私まだまだ PBS を続けたいし。シキはすっかり PBS が気に入ったようだな。っていうかみんなと一緒ならさ、何をやってても面白いよね。本当にこんな時間が永遠に続けばいいのにな。シキさん、私何言ってるんだろう。ネバーマインド。話してください、何もかも。ユミチン、隠し事をするなとは言いません。ですがそれでシキさんが苦しんでいるのなら、私たちに悩みを分けてください。悩みを分ける？そうです、悲しいことも嬉しいこともみんなで。黒影おじい様を亡くしてから私たちはずっとそうやってきたではないですか。黒影様、うん、分かったよ。次の試合が終わったらちゃんと話すね。はい、ありがとうございます、シキさん。参ります。負ける気もないかな。みんな絶対に勝って PBS を続けようね。もうダメ。はい、you
ってったぜ。出てこい。恥ずかしい。君は来るよ。じゃあな。仲間がやられたようだ。もっと遊びたかったのに。よかった。これでみんなともっともっと思い出が作れるよ。聖地の名の下、シキさん、話していただけますか？うん。あのね、これを読んでくれるかな？これはシキさんへの手紙でしょうか？差出人は、これはインターナショナル忍びスクール。中身を確認してもいい？うん、いいよ。そう、そういうことなんだよね。みのり、何と書いてあるのですか？無理、英語ばっかりでよくわかんないよ。でも読めなくてもどういうことかはわかるよ。しきちゃんずっと言ってたもん、世界で活躍する忍びになりたいって。だから海外の忍び学校から手紙が来たってことは。うん、あたしスカウトされちった、海外の忍び学校からさ。ではシキさんは月戦を去るつもりなのですか？妙妙たる評価、誠に感謝いたします。資料をご覧になられるのですね。花びらのようなものでしょうか？
設定を変更しましょう。担当を務めさせていただきます、ユミでございます。こちらになさいますか。またのお越しを心よりお待ちしております。お任せします。お任せします。担当を務めさせていただきます、ユミでございます。いつでもご覧になってください。シングルスプラッシュストーリーモード、エピソードを選びましょう。